はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、小林麻耶さんの海老蔵さんに対する暴露の中でもですね、金銭問題に絞った、占いをですねしていきたいと思います。はい、この暴露の話ですね、麻耶さんからの暴露、もういろいろありすぎて、ちょっとね、私自身もですね、心が追いついてないんですけれども、正直ね。で、まぁ、今回はですね、金銭問題に絞って、微蔵さんの気持ちとね、あとは流れを占っていきたいんですが、まずね、まぁ、ざっくり言うと、この、麻耶さんも、真央さんも、あと麻耶さんと真央さんのお母様もですね、数千万、真央さんに至っては数億円のお金を、海老蔵さんの講演のために貸したと。で、貸した宛てというのがですね、真央さんの、まあ、ご病気ですよね。ご病気の治療されていた、まあ、民間療法の気功師さんみたいな方がいらっしゃって、その方に渡したと。ところがですね、その気功師さんが、まあ、飛んでしまって、お金が返ってきていないと。で、まあ、言ってしまえば一緒に講演を行った海老蔵さんからもですね、お金が返ってきていないという暴露をされたんですね、麻耶さんが。で、これって大変なことで、もう額も額ですし、お金のことですから、きちんとしなければですね、やっぱり社会的信用に、ね、関わってくるんですよ。他のね、問題ももちろん、大変なことですけれども。ですので、今回はですね、この、金銭問題に対する、海老蔵さんのお気持ちと、あとはですね、流れを、占っていきたいと思います。では、ね、早速タロットの方をシャッフルしていきたいと思います。はい、では占っていきたいんだけれども、この気持ちをね、占う場合はですね、逆位置を取りませんので、こちらとこちらはですね、整地として読ませてもらいたいと思います。で、こちらはですね、飛び出してきたカードでございますので、このまま置いておきたいと思います。逆のままでね。はい、じゃあね、まずこちらの3枚を読んでいきたいんですけれども、この金銭問題に対する海老蔵さんの気持ちなんですが、まず一番先にバッと来るのがこちらですね、ムーン。月のカードの聖地ですね。で、意味的には不安っていう意味があるんですよ。漠然とした不安ですので、あのね、海老蔵さん自身もどうしたらいいのか分かんないじゃないかな。なんかね、麻耶さんが言ってたのはですね、海老蔵さんが紹介してきた、まあ、いわゆる気功師さん、治療師さんに、まあ、お金を渡したと。で、その気功師さんがですね、まあ、お金を持ったまま、海老蔵さんとかにも払わずにですね、どこかに行ってしまって、もうわからなくなってしまった。で、麻耶さんが雇ってらっしゃる弁護士さんにはですね、もう本当に、ものすごい手だれの詐欺師だっていうふうに、弁護士には言われたっていうふうに麻耶さん言ってらしたんだけれども、あのね、やっぱり、海老蔵さんも、なんていうのか、もう、本当にこう、どうお金を取り返したらいいかわからないというか、まあ、海老蔵さんが信用して連れてきたんだから、海老蔵さんしっかりしなさいよって思うんだけれども、で、まあ、もうどうしようもない、どうしたらいいかわからない。そういった不安が非常に大きいかなというふうに思います。で、やっぱりね、金銭問題ですんで、非常にね、シビアな問題だと思うんですよ、特に。ですので、やっぱそれに対する、世間からの評判であるとか、特にごひいき筋とかからのね、評判ってあるとか、そういったものがどうなっていくのかという不安が非常に大きいように思います。どうしようどうしようという感じですね。で、まあ、言いやがったなみたいな気持ちというよりも、海老蔵さんもどうしたらいいかわからないという感じなので、そうですね。もうちょっとしっかりしてほしいなとは思うんですけれども、あくまで占いですが、まあ、今結構彼は不安に苛まれている、そういう流れが見えますね。決定的な不安というよりも漠然とした不安という感じでございます。で、こちらのカードですね。これがですね、カップの2の正位置なんですが、意味的にはですね、誰かと心を通じ合わせたいとか、自分に賛成してくれる人、自分を、まあ、理解してくれる人が欲しいとか、そういった意味があります。ですので、やっぱりね、すごい不安っていうのもあると思うんだけれども、やっぱ結構寂しいというか、
まあお近くにね信頼できる方はいらっしゃると思うんだけれども、もしかしたらそういった方々、日頃は海老蔵さんに賛同してくださる方々も今回ばかりはという感じで怒ってらっしゃる。なのでちょっと針のむしろ感があるのかなというふうにも想像できますね、このタロットからの暗示を見るに。ですから結構周りは海老蔵さんに対する批判というか、ちょっとそれはどうなんですかみたいなことを、あの周りのスタッフさんもちょっと海老蔵さんに言ってて、居心地が悪い、だからこそあの自分をまあ無条件に受け止めてくれる人が欲しいみたいな、ちょっとそういう気持ちがあるような感じがするんですよね。はい。でおまけにですね、こちらですね、ちょっとね資金的な面でいくと、あのね意外とね全くお金がないかと思いきや、若干そういう払える準備があるとか、そういった意味合いも実はあるんですよ、カップの2っていうのは。ですのでまあね、全額払えるかっていうと怪しいんだけれども、額が額ですからね。確かマヤさんが9000万円、マモさんが2億とか聞きましたよ。でお母様ですよね、マヤさんとマオさんのお母様が確か4000万、まあ、とにかくもう本当に数千万単位なんで、すぐに返せるかわからないんだけれども、そこそこ返す準備はあるっていう意味もあるから、そうですね、もしかしたら前進するのかなというふうにも思いますね。そんなに悲壮感が漂ってない感じがするんですよね、はい、カードから見ると。はい。で次です、女教皇の聖地になります。でこちらがですね、意味的にはまあ思慮深いとか知性とかそういう意味があります。ですのでさっき私ね、ここであの資金繰りはねそこまで苦しくない、まあなんとかなりそうっていうふうに言ったんだけれども、おそらくねそれがあるから徐々にだとは思うんだけれども、一気にかな分かんないけど、結構ね誠実に対応しようとしてる感じはしますね。だからまあ知性って意味もあるから、弁護士さんを立てて戦うっていうふうにも読めなくはないんだけれども、でもねそんなにこう戦うぞっていうイメージがあるカードも出てないから、おそらくまあ今使えるお金で対応していこうっていうね気持ちが今は終わりになるような感じがします。まあ言ってしまえばですね、そういう余裕があるならなんで返してないんだっていう話でもあるんだけれども、あくまで占いなんですけどね。でもまあやっぱいろんな方の目もあるので、これに関してはちゃんとやっていこうという気持ちが強いというふうに思います。ですのでマヤさんはですね、まあもちろん全額かどうかわからないけれども、まあ、少しずつはちょっと返ってくるかな、お金ねというふうに思いますね。はい。でこちらですね、これが飛び出してきたカードになるんだけれども、あのですね、女帝のカードの逆位置になります。で意味的にはですね、だらしないルーズっていう意味があります。ですのでまあね、この海老蔵さんの金銭問題を占った時に出てきたカードだから、どう読もうかなというふうに思ったんですけれども、もしかしたらこの海老蔵さんの金銭問題ってやっぱこのルーズさみたいなところから来てるような感じもするんですよね。でお金的な面でいくと浪費って意味もあるので、まあいらない浪費とかをしてしまうがゆえに、そういったお金の面とかに関してだらしなくなってしまったりとか、なんかそういうね面がちょっとね見え隠れするような暗示かなというふうに思いますね、タロットからのメッセージとしては。で、まあ、同時にですね、これね、女帝の場合はですね、力がある女性っていうような意味もありますんで、それが逆ですから、まあ、力がある女性、今ね非常に真央さんね、真央さんじゃないわ、真央さんか、真央さんお力ありますよね、発言権が。ですので、まあ、彼女によって暴かれた、彼女によってなんていうのかな、話が進んでいったというふうにも読めるというふうに思いますね。ですのでまあこの問題に関しては、金銭問題に関しては前向きに検討する心づもりであるって感じかな、海老蔵さん。そういうふうな感じがいたしました。はい。ではですね、まあ、今後の展開とかですね、この金銭問題がもたらす影響についてザクッと占っていきたいと思います。よいしょ。
はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、この金銭問題の今後の展開と影響を見ていってるんですが、まず今の状態を見ていきたいんですけれども、こちらですね、世界のカードの政治が出ております。でこれね、調和とか、仕事がうまく進むとかそういう意味があります。ですので、さっき私ですね、海老蔵さんのこの金銭問題に関するお気持ちをですね、占った際に、まあ、不安はいっぱいなんだけれども、なんとかこう返す当てがある、誠実に対応しようと思っているっていう気持ちが今占い上では見えたっていうお話をしたんだけれども、おそらくね、それを反映してると思います。ですからですね、今は非常にいい方向に進んでます。ちゃんとクリーンな方向にね、この金銭問題しようとされてると思いますので、全体がですので、マヤさんにとってはお金が返ってくるチャンスかなというふうに思いますね。はい、まあ、もちろんどこまでかわからないんだけれども、前向きに検討しているっていうような流れがちょっと見えております。で、過去の流れを見ていきたいんですが、今はとてもいいんだけれども、過去はですね、はい、悪魔のカードの逆が出ております。で、悪魔のカードの逆ね、いろんな解釈があるんだけれども、おそらく今回はですね、あまり良くない方の解釈ですから、不正とかね、依存とかそういった方の意味かなというふうに思うんですね。ですので、おそらくね、こまごまとした面で他にもあったんじゃないかな、こういうこと。で、あとはですね、犯罪に巻き込まれるとかそういう意味もあったりなんかするんで、あまりこの海老蔵さんの身辺の金銭的なものはあまりクリーンとは言えない、クリーンと言えないというか、まあそうですよね。いろんな人がいて、でまあ、トラブルに巻き込まれやすいような流れがあった。そういった風に見えますね。お金の流れはね、やっぱちゃんとしとかないとね、本当にいろんなトラブルの元になりますんで、まあいろんな意味でね、今こういう風にクリーンにしようとしてる、そういう流れはね、いいかなという風に思いますね。過去のこのカードから比べると全然違いますんで。はい。ですので、まあこのままね、行ってもらうと一番いいと思うんですが、ですね、2、3ヶ月後の近未来を表すカードで、実はですね、ワンドのクイーンの逆位置が出てるんですね。で、これの意味っていうのは、自己中心的とか、あとはわがままに振り回してしまうとか、あとは余計なおせっかいとかね、そういった意味があります。あとはやる気の空回りって意味もあるんですよ。ですので、返そうとするんだけれども、なんか余計なこと言っちゃうとか、もしくは、返そうといろいろ行動したはいいものの資金繰りに詰まるとか、あとはこのね、やっぱ金銭的な面で非常にね、信用問題にも関わってきますから、他のいろんなね、支援者さんとか偉い方からこうわーわー言われて、もうむしゃくしゃしちゃうとか、なんかそういったあまりよろしくない流れが見えますね。ですので、もし返してもらおうと思ったら今がいいと思います。はい、今が一番いいと思いますが、2、3ヶ月後は若干荒れる流れがね、見えておりますね。ですので、ちょっと厳しい状態が出てくるかなというふうに思いますね。はい、なんですけれども、その先の未来ですね、こちらです。エンプレス、女帝のカードの正位置になるんですが、意味的にはですね、豊かさって意味があります。ですので、おそらくここら辺になってくると、お金がね、うまく回ってくる感じがするんですよね。ですので、実はこのカードね、このカードには浪費って意味があるんですが、ここで豊かさって意味が出てくるんで、もしかしたらいきなり豊かになるので、もしかしたら力のある女性だから、支援者さんで特にお金持ちの女性であるとか、あとはまあスポンサーさんですよね、が出てきて、こう資金繰りが楽になるとか、もしくはですね、この前、女性問題について、海老蔵さんのね、女性問題の今後について占わせてもらったんですけれども、その時にですね、まあ、同じ位置のカードに、一生懸命ひたすら責任を果たすために頑張る、仕事をするってカードが来たんですけれども、もしかしたらそのお仕事によってお金がバーッと入ってくる、そういった風な流れにも見えるので、ちょっとギクシャクする部分はあるけれども、おそらく金銭面ではよりクリーンに片付いていくのかなというふうに思いますね。むしろまあそれしないとね、やっぱり市川家すべてのやっぱりね、名誉に関わってきますから、市川海老蔵さんですね、宗家の方ですから、離縁でも特にね、格式が高い家でございますので、そこはね、クリーンにしていく
もしくはクリーンにするための支援者さんが現れるかなというふうな感じがいたします。ですのでマヤさんですね、まあ、全額かどうかわからないんだけれども、まあ、おそらくお金はねポツポツと返ってくるかなというふうな感じはいたしますね。はい。でより良い未来に行くためにはどうしたらいいのかっていうカードがこちらになるんだけれども、これがですねカップのクイーンの正位置になります。で意味的にはですね、まあ、もうそのままですよ、思いやりなさいって意味があるんですね。はい。ですので、まあ、やっぱりね、ちょっとこう、思いやりが足りなかった部分が終わりになるのかなというふうに思いますね。まあ、いろんなね、証言をされてらっしゃる方がいますけれども、やっぱりちょっとこう、なんていうのかな、良くも悪くも、自分中心というか、はい。まあ、そういった部分がある。エネルギッシュゆえにね、周りが見えないっていう部分も終わりになるような感じがいたしますので、もう今回はですね、今回はというか今回からですね、相手を思いやるってことをですね、心がけてやってもらえますと、まあいい方向に進むよというふうにおっしゃってますんで、タロットね、参考にしてもらえたらね、いいかなというふうに思いました。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよって占い等ございましたら、コメント欄の方に書き込んでください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。